はい、こんにちは。今日は2019年8月3日土曜日で、午後5時を回りました。これからね、毎年恒例の大淀川納涼花火大会があるんで、その取材にね向かってます。いつもはね車とか自転車を使って行くんですが、車がね交通規制が始まるということと、自転車がね今壊れているんで、今日はね歩いて会場まで向かいたいと思います。まあ、会場といっても大淀川の河川敷なので、まあ川に行けばねどこでも花火を見ることができるんでね、まあ、ここから川まで河川敷まで歩いてどのくらいですかね、1キロちょっとあるぐらいかと思います。まあ散歩がてら、最近運動も何もやってないんでね、散歩がてらゆっくりと歩きながら大淀川の河川敷に向かいたいと思います。じゃあまた後ほど。はい、この道路を渡ったら、もうすぐで河川敷です。割とね近いんですよね。でもなかなか歩いてこようとか、そういうことはもうないですね。ほとんど自転車を使うってこともなくなってきてるんで、まあ、たまにはねのんびりとゆっくりと歩くっていうのも良いかもしれません。はい、ここが車一方通行なんですけど、堤防に向かう近道です。将棋道場があります。ここの将棋道場は昔からあります。私が子供の頃からこの将棋道場はありますね。ここにもね細い旧道があります。この旧道、ここをね、越したら大淀川の堤防です。もうすぐです。意外と近いんですよね。あ、もう堤防が見えてます。あー、さあ堤防です。意外と近くて、あ、いい運動です。あ、気持ちよい風が吹いてきました。気持ちいいですね。ちょっと堤防なんでね、日陰がどこもないんですよね。日没までまだ時間があるんですけどね。はい、まあ、歩いて堤防に来るっていうのは何年ぶりかな。去年は花火大会撮影に行ってないんで2年ぶりですね。2年ぶりに歩いて堤防に来ました。あー、気持ちいい。はあ、マンションがあると影があるんでいいんですけどね、他全くもう影がないんで暑いです。お、飛行機が降りてきます。このコースで飛行機が降りてくるってめったにないんだけど、面白いな。見えますか？あ、面白い。このコースで飛行機が着陸態勢とってます。どこだろうこれ。風向きとかいろんな関係でね、航空機の着陸のコースも変わってくるんですよね。はい、大淀川の河川敷に来ました。
今日も非常に良い天気でこんな感じです。あそこに橋があるんですけどね、橋の向こう、高松橋っていう橋の向こう側に行きたいと思います。まだ時間が早いんですけど、早く行って、場所をね取りたいと思います。花火大会はね午後の8時から、まだ2時間半ぐらいあるのかな、まだまだです。ゆっくりと散歩しながら行きましょうか。暑いんですけど気持ちよい風が吹いてます。もうすでに場所取りに来てる方もいらっしゃいますね。もうシートが引いてあります。はい、もうすぐね高松橋っていう橋があります。高松橋と橘橋の間で花火が上がるん でこの高松橋をねちょっと越してから場所をね探したいと思います。もう高松橋の向こう側の方の、堤防もブルーシートがいくつか見えますね。はい、良い場所をね探したいと思います。でも風がね気持ちいいですね。少しは癒されます。水分補給用にね、ペットボトルの飲料を2本とあと水筒も1本持ってきました。あと塩飴、これとカロリーメイト、もう晩ご飯はね早めに食べてきましたんで、大丈夫です。本当もうマンションとかビルがあると影ができるんですけど、ほとんどねあの太陽の角度が低いんで、影がないですね。橋の下に影があるぐらいでしょうか。はい、もうすぐ高松橋です。この汗って運動してないから運動不足による汗ですよね。暑いからというわけではないと思いますよ。あ、橋の下ではすでにカメラマンさんがもう場所を取ってスタンバイしてますね。早い早い、さすが良い場所を押さえてますね。すごいな、さすがだ。あと2時間半ぐらいあるんでね、待つのが大変ですよね。もうちょっと先に行きます。もうちょっと先のところで前々回か撮影したんで、そこまで行きます。あそこにねあの漁船というか船を止めるところがあるんですけど、あれが1個2個3つ目ぐらいのところで撮影したのかなと思うんですよね。あそこ水門みたいなものがあるんで、あのちょっと向こう側で撮影した覚えがあります。はい、あそこまで行きましょうか。ほんと良い天気になりましたね。あ、陰ってきた、陰ってきました。太陽が雲に入ったんですね。陰りました。よかったよかった。風も気持ちよい、心地よく午後8時まで待つことができるかもしれませんけど、まあ、その間人がねどん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 増えてきちゃうんでね、大変な状況になるかと思いますがね。お、ここもすごい、三脚も用意して準備してらっしゃいますね。もうちょっと先で撮影したんで、もうちょっと向こうまで行きましょうか。はぁ、気持ちいい。川からの風ですよね。はい、だいぶ歩いてきましたけど、もう最近運動しないんでね、こんな風に歩くのも大事かなと思います。
こちら側が、高松橋で、あの奥に見えてるのが橘橋です。で、この水門みたいなものを越すと、橋が見えます。その橋と橋の間で花火大会が行われます。はい、来ました。この水門があるとね、ちょっと邪魔になるんですよね。水門というか谷川飛管と書いてますね。はい、前回もこの付近で撮影した覚えがあるんで、この付近で OK かな。もうちょっと先行こうかな。よし、この付近でスタンバりましょうか。ちょうど橋と橋ともか遠いんですけどね、あまり向こうに行くと人が多いので、この付近で良いかと思います。ナイアガラがあそこ、クレーン車があるところ、あそこナイアガラが見えるんで、まあこの付近でいいかな。はい、じゃあスタンバイしたいと思います。はい、こんな感じで、スタンバイしました。今ね、17時53分です。まだあとね2時間ぐらいあるんですけどね、ここで、待機したいと思います。まだね結構ね明るいです。はい、でもね向こうのね、川の向こうのメイン会場では今から花火大会の前の、イベントが始まるようです。有料席もね結構あるようですね。人がいっぱい集まっております。私はここで、2時間ぐらい待機したいと思います。じゃあまた後ほど。はい、午後7時です。川の向こうの、メイン会場ではね、花火の前の、イベントが行われております。はい、急遽ね YouTube ライブも行おうと思って、このようにねスマートフォンを、スタンバイしました。いつもねこんな形でスマートフォンを固定しながら、ここで、撮影を行っております。はい、もうね夕焼けですね。はい、あと1時間頑張ってスタンバイして、まあ、夜の撮影はねなかなか苦手なんですけど、綺麗な花火をね撮影したいと思います。